ハローワールド、アイシェです。1分エクセル解説、今週は文字列の操作について扱っていこうかなと思います。で、今日扱うのは連関数とファインド関数です。それでは早速見ていきましょう。前回と一緒のこの表です。で、連関数っていうのは length っていうのが短くなった関数です。なので、その名前の通り文字列の長さを返してくれる関数になってます。なので、こんな風に、はい、len の中に長さを調べたい文字列入れてやると、はい、6文字っていうのが出てきます。次、find っていうのはその名の通り、その文字列が何文字目に入ってるのかっていうのを探してくれる関数なんです。なので、find 探したい文字列 from でかい文字列っていう風にやってやると、4アンダースコアは4文字目にあるので4っていうのが返ってきます。はい。で、今日やった len と find に合わせて、昨日やった left right、 さらに明日やる mid っていうのを組み合わせると大体何でもできちゃうんです。なので、まあ、よく使ってみてくれたら嬉しいなと思います。で、今日の find っていうのは細かい設定がいろいろできるので、興味ある人は調べてみてください。はい、今日はここまで。チャンネル登録とツイッターフォローもよろしくね。じゃあ、バイバーイ。